俳優として役になりきることで様々な人生を経験してきた上白石萌音さん、数年前には戦争で夫を失い子供を抱いて空襲から逃げる戦地下での女性を演じたこともありました。これまでも本や資料館で歴史に触れてきたという彼女が広島に残る戦争の足跡を訪ねることに、原爆犠牲者の冥福と世界の恒久平和を願う祈りの場所を旅する上白石萌音さん、広島というと真っ先にショッキングな歴史が思い浮かびますが、こうして街を見ていると過去のことばかりでなく、今ここで生活している人たちがいて未来に進んでいるんだなということに希望を感じます。焼け野原になり、この先75年は草木も何も育たないだろうと言われた広島が年を重ね蘇っていく映像を見て、街が再生する力にも驚く。5年ほど前、舞台出演で訪れた時にも一人で公園を歩いたという萌音さん。核兵器の悲惨さを伝える原爆ドームや慰霊碑を回り、改めて戦争の悲劇と向き合った。今は公園になっているドームの周辺も昔は日本家屋が立ち並ぶにぎやかな街で、川の向こうには旅館街があったと聞きました。この周囲に普通の暮らしがあったんだと思うと込み上げるものがありますね。こうして被爆した建造物がそのまま残されているのは、原爆を体験した人にとってはあまりに苦しいことと思いますが、この建物が残ったのにも意味があるんだろうなと思います。戦争を語り継ぐ人、資料館などに残る様々な断片、そしてこの地に足を運ぶことを通して感じた気持ちを継続していきたいと話す。その上で平和を作るために私たち一人一人にできることはあるだろうか。旅を終え、戦争の痛みを胸に刻み、平和について様々な思いを巡らせる萌音さん。学校で学んだ歴史と今こうして実感している歴史の何が違うのかを考えていたんですが、実際に土地を訪れていなかったことの他に、今までは自分の中だけで完結してしまっていたのかなと思います。同じものを見て、人と少しずつ違う考えを持ち寄って話して、理解を深めたり、印象を強くしたりするのも大切なことですね。誰かと一緒に旅に来て、それぞれの感性で感じて、言葉にしてみる旅というのもいいなぁと、忘れずに残るものにするためにも大事なことだなと思います。